皆様、こんにちは。大起源ニュースです。アメリカ国土安全保障省のチャドウルフ長官代行は、12月21日の演説で、テレビ製品にバックドア、裏口が設置されているとして、アメリカ当局が中国家電大手の TCL 電子ホールディングスなどの動向を注視していると述べました。ウルフ氏は TCL 製テレビはバックドアが設置されているため、ユーザーはネットワークへの侵入やデータ流出の危険にさらされている。中国と提携する企業が提供するデータサービスや機器を使用しないよう警告する。国土安全保障省は関連企業の活動を見直しており、近日中に勧告書を発行するとしました。同氏によると、アメリカにとって中国共産党の脅威が高まっており、アメリカ当局は中国共産党に対するさらなる制限的措置を検討しています。これらの措置には、中国共産党員に対するビザ規制の強化や、強制労働によって製造された商品の輸入禁止などが含まれています。TCL 集団は21日夜、声明を発表し、この脆弱性の影響を受ける対象製品はごく一部にとどまっているとし、当社がアメリカ当局の審査を受けていることは報じられているが、TCL 集団は現在、アメリカ政府の通知を受けていないと述べました。TCL 集団の株価は22日、一時 17.8% 下落し、約 15% 安で終了しました。TCL の李東成会長は同社の安定した発展を図り、投資家の信頼感を高めるため、当社株式最大500万株約2600万香港ドルの出資比率を引き上げる意向だ、とロイターが23日に報じました。11月16日付、テック系メディアトムズガイドによると、独立したセキュリティ研究者シック・コーズとセキュリティエンジニアのジョン・ジャクソン氏は、シャッターストックアプリに対して3ヶ月間の共同研究を行い、Android を搭載した TCL スマートテレビに巨大なセキュリティ脆弱性を発見し、世界中のユーザーの情報を盗むために、意図的に設計された可能性があることを明らかにしました。それによると、研究チームは10月16日からメールやツイッター、電話などで TCL 社に連絡し、脆弱性の存在を知らせていましたが、TCL から情報を受け取ったと返事があったのは10月26日のことでした。研究チームは10月29日、TCL がテレビの脆弱性を予告せず、そしてユーザーの同意なしに修正したことをテストで明らかにしました。シック・コーズの研究者は、彼らがテレビに忍び込んで裏口を閉めた。これは一部の機種のセキュリティ脆弱性と同様に心配だ。彼らが望むならばテレビやカメラ、マイクの電源を入れたり切ったりできると指摘しました。トムズガイドが TCL にコメントを求めたところ、同社は、プライバシーとセキュリティを非常に重視しており、独立した研究者がテクノロジーエコシステムの中で果たす重要な役割を高く評価していると回答しました。ウルフ長官代行は演説の中で、TCL が中国政府と密接な関係にあることも指摘しました。TCL は世界のエレクトロニクス市場で競争力を高めるために中国共産党の国家支援も受けているとしました。中国国営メディアによると TCL 集団は2014年上半期に5億6000万元約88億6000万円の中国政府の補助金を受け取りました。その額は上半期の収益の 24.33% に相当します。補助金は主に同社の技術開発や液晶テレビの製造に投入されたということです。TCL 集団の李東成会長は昨年3月5日、北京で第13回全国人民代表大会第2回会議に参加した際、報道陣に対し、地方政府からの資金提供を含め、今後3年間で800億元、約1兆2700億円を半導体や人工知能の開発に投資すると発表しました。中国政府は近年、国家戦略として軍民融合を推進しています。TCL の李会長は2004年、中国の軍事産業の発展に貢献するため、国有企業の西南経産機有限責任コンス国有工場789号と軍民協力の意向書に署名しました。TCL は1981年に設立し、中国の広東省慶州市に本社を置く総合家電メーカーです。扱っている製品はテレビ、スマートフォン、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど幅広く、世界160以上の国と地域で事業を展開しています。2019年のテレビ出荷数は3200万台で、サムスンに次ぐ世界シェア2位に位置しています。日本では2015年に TCL ジャパンエレクトロニクスを設立し、2017年にはテレビ販売を開始しました。ニュースは以上です。ここでお知らせです。大紀元エポックタイムズの YouTube チャンネルをご覧の皆様には、ぜひウェブサイト epochtimes.jp の会員登録をしていただきたいと思います。登録するとウェブサイトのすべての記事を読めるようになります。またメールでニュースレターが届きます。その他会員だけの特別サービスもございます。そして会員登録するべき一番の重要な理由は、今後アメリカ大統領選の関係で緊急事態が発生し、YouTube や Twitter、Facebook などで大紀元が情報発信ができなくなったとしても、皆様が大紀元に会員登録していれば、直接私たちとメールアドレスでつながっているので、皆様は安心して大紀元から情報を得ることができます。会員登録は無料です。動画概要欄のリンクからぜひ登録しておいてください。どうぞよろしくお願いいたします。できれば今すぐしておいてください。遅くとも年内には必ずお願いいたします。